熊本アキの四十プロジェクト。で、次の質問です。どうしても頑張らなくちゃいけないとき、自分のスイッチをオンにする方法が何かありますか？あ、さっきもね言ってくれたよね。好きなディズニーキャラクターは何ですか？2つ。まこまこさんから。うん、2つ。頑張らなくちゃいけないとき、ね、まあそうね、自分の好きなものを見ることだよね。まあ今なんて特にさ、なんかネットがすごく普及したりとかさ、いろいろなものを見る手立てって増えたじゃんね、なんか。そういうのをまあもう駆使したりとか、うん、あとね、俺ね、やりたくないけどやるかっていう言葉が好きなの何かがあった時にね、別に舞台がとかじゃなくて他のなんか何事でも、うんうんうん、行きたくないけどとか、うん、やりたくないけどやるかってもう口に出すとやれる、うん、なんかさ、嫌な時って絶対自分をごまかすじゃん。自分はこれ嫌じゃないとか大丈夫だとかって絶対思いがちだし、うん、大丈夫だと思いたいんだけど、でも大丈夫じゃないから嫌だなと思ってるだけだからさ、うん、やりたくないけどやるか、そうだね、よしみたいな。いいかも。一旦自分のやりたくないそう認めてあげるの、自分の気持ちを認めてあげることすごく大事だと思う。結局自分を守ってくれるのって自分じゃないって思うとき、ね、たまになんかあるんだよね、なんかここ数年。いや、例えばその体調崩しそうって思ったときそのあまりにもこうバタバタしてて仕事がずっと重なっちゃってるとか、うん、時に、あ、ちょっと俺無理かもってなった時に、ごめんなさい、ちょっと休みたいっていう勇気とか、自分で自分を守らないと本当に爆発するなっていうのを感じたんだよね。苦労しとるやないか。でもだからそういう時になんか自分のことを認めてあげることと、自分をなんかこうハグしてあげることを気をつけるかな、うん、自分を大事にね。あと好きなディズニーキャラクター、僕ね結構ヴィランズが好きなの、あの悪役、ディズニーヴィランズっていう、ヴィランズっていうか悪役たちのこと言うんだけど、うん、だから例えばスカーとか、うん、あのそう、アースラとか、あ、そういうことか、そういうキャラクター結構子供の時から悪役好きだったんだよね。あと、まあ主要、うん、スカー好き、スカーとか良さそう。あとはもう主要キャラクターで言ったら僕はもうドナルドとか好きだね。だって一人何言ってるか分かんないんだよ、あのキャラクターたちの中で。すごいけなげだと思う。ほんと一生懸命だなっていう。そういうと、そういうね、ああいうなんか僕割と、愛着の湧くキャラクターとか好きだ。普段どんな音楽を聴いているんですか？ HS さんでいいのかな？どんな音楽ね。結構、もうやっぱそれこそミュージカルの楽曲とかがどうしても多いかな。うん、あとはもう、あとはディズニーの曲。ディズニーのショーの曲とか、パークの中でやってるショーの曲とか、うん、そういうのをやっぱどうしても聴いちゃうね。これ聴いてるみたいなやつは？最近聴いてるのは、僕ディズニーで子供の時よくディズニーランドしかまだない時代にフィエスタトロピカールっていうショーがあったんですよ、昔。ね、ほんとラテンのショーで、うん、もうラテンの音楽がこうバーって散りばめられてる、もうダンスショー、ダンスと歌のショーなんだけど、それを聞いてガンガンにテンション上げてる。え、音楽とか聞くの、あきちゃんは？聞く。ポップスとか聞くよ。ポップス、ノラ・ジョーンズは結構ずっと聞いてるかな、昔から。あとポップス、結構僕もね、なんか CD とかそういうので聞くことはやっぱどうしても減ってきたけど、歌番組とかで聞くことはよくあるよ。うん、歌番組やってると流してて、それを聞くとかはあるかな、うん。次、美声の秘訣は人見さんから。あ、美声、美声、ね、美しい声と、美声と自分で思ってもないから、なんだろうね、程よいワインかな。おポリフェノールが喉にいいって言うじゃん、だって人見さん言うね、程よい量だったらね。じゃあ、うん、そうだね。で、そうそうそう、はしゃがない、大声を出さない、そうそうそう、はしゃがない、はしゃがないで、程、ね、はい、よいワインを飲んでください。差し入れでもらって嬉しいもの、嬉しくないものを正直に例えばこれはこだわりがあるからいらないなど、ゴリラランドさんのかな、ゴリラランド。いらないものって別にないけど、あ、まあ生ものとかはちょっと
困るかな。あのほんま困るっていうか、俺食べれなかったらどうしようとか思う、そのタイミングで。そう、確かに生ガキとか、まあ、生ガキプレゼントってないと思うけど、その場で食べなきゃいけないもの、なんかもらったらすぐ食べなきゃいけないものとかは困るけど、でも別に困るものはないかな。嬉しいものはまあそうね、まあ日常的に使えるものとかは嬉しいし、まああとワインとかもね嬉しいし、もらいやでもね、今そのお手紙とかプレゼントとかね、公演中にこう、うん、劇場に預けてくださったりする方もいらっしゃるんだけど、今そういうのができないわけよ、コロナ対策で。コロナでも全然最近もその劇場でプレゼントいただいたりとかってこともないし、でも本当皆さんいろいろこういろんな工夫とか考えてくれくださって、いつもプレゼントくださいますけどね、すごい嬉しいですよ。手紙とかすごく嬉しい、ね、あの励みになる、ね、励みになる。あ、頑張ろうって、なんか手紙読むとまた頑張ろうって思う。またさ、なんか SNS のメッセージとさ手紙ってまたちょっと違うよね、伝わり。まあそうかもね。なんか手紙とかそういうのは素敵だよね、嬉しいよ。だそうです、で皆さん。ガゴリラランドさん、何でも嬉しいです。小野龍さんはお肌が綺麗なので、おすすめのスキンケアや愛用のパックなどを知りたいです。アバウト159cm さん。159cm ってアバウトなんだ。だったらアバウトならもう 160cm でいいと思うんだけど。自社ご入手ね。それ全然別に綺麗でも何でもないけど、あ、でもパックとかいいってやっぱり言うよね。うん、え、何気をつけてる、いろいろ。いやー、私ほんと普通の人よりも全然気をつけてないから、あんまりなんかブチブチができるとかはないかな、あんまトラブルはないかなと思うんだけど。あとやっぱ九州の人だからかな。あー、それあんま、九州の人って本当に肌綺麗じゃない。でもね、そう、うん、なんかパックとかこれ使ってるよみたいなこだわりが特にない。こだわりはないけど、まあ極力なんかするようにはしてるかな。なんか5分でも10分でも保湿はね、うん、大事だよね。乾燥やっぱり良くない、ね、うん、意外にさっぱり系がいいよね、あんまりこうオイリーな感じより。ベタベタするのよりは割とスッキリめの方がいいかな。水分を多めに取っています。取っていますね。話してくれるかわからないのですが、過去の恋愛談や将来の結婚願望についてお願いします。なるほどね。セラーさんかな、14歳。過去の恋愛感、これでもちょっと喋れる範囲でってことなんだけど。いや別に今喋れない恋愛はまあしてないとは言わないね。まあ喋れない恋愛しかほとんどないんだろうけど、人生で。なんだろうね、なんか共通する相手に好きになる人に共通することとか、例えば。あ、でもやっぱりこう若い時からお仕事させていただいたりとか、この芸能の世界に行った分、やっぱ年上の方って多かったかも。なんか、なんかさ、小さい頃からその女優さんとか憧れなのかな、上の人といた方が楽っていうのは、まあ、今もそうだけどね、あの男性でも女性でも変わらず、上の方といるとやっぱちょっとこう安心するなみたいなのはあるけど、でもなんか年下の子といるとさ、気を使われてるんじゃないかと思って、まあ、それはわかる。なんか大して別についてもないのに、小野田さん本当素敵ですねとかってなんか言ってくれちゃったりとかしてんじゃないかなとか、うん、あと別にご飯とか行きたくないのに、先輩に誘われたから来ましたみたいな感じで来られたら嫌だなとか。私もだから年上の先輩といる方が楽だもん。え、それって過去の恋愛も割とそういう傾向がある？いや、それが過去の恋愛とはまた違うかなと思ってる。うん、恋愛はね、全然あの年下も同い年も年下も。それは僕もそう言ったけどね、割とこう、ね、年齢はバラバラだけど、うん、どっちかっていうと上の方の方が多いなっていうのは、でもね、僕と付き合うのは大変だと思う。そうだね。これみんな言うけどね、小野田と付き合える人っていうのは本当に大変だと思うっていうのは、みんな周りの方々が言うわけさ。でも確かにすごい俺神経質だし、なんかこう
自分時間が割とすごい大事な人なのよ。そうか。家ではなんかでも神経質はまあそっか。じゃあ気を使われるとか。いや、気使っちゃうと思うし、ストレスを抱えると思う。じゃあ結婚とかも過去には考えたことあったね。なんかしたいなとか、うん、それこそなんか23歳までにはお父さんになってたいなとか、なんかそういうことをなんか普通にあの夢としてね思ったことはあったけど、うん、今は全然ないね。結婚願望はないかな。なんかこう生きてく上でこうパートナー的になれる人が将来現れたらいいなぐらいの感じ。うん、そのラブラブ恋愛結婚みたいなのじゃない。うんうん、お互いリスペクトし合って、まあベタベタしすぎずに、そう、ほんとパートナーっていう感じ。なんか恋愛観で話すと、その重なっちゃうと、その人とその人が重なっちゃうと、その時はすごい密着していて、うん、なんかあのいいけれども、やっぱり長いことをその重なり続けてると全然ダメで、バランス的には平行にこう並んで同じ方向を向いて手をつないで歩いてるぐらいが、そういうのがあるんだ。でも、ね、やっぱり干渉しすぎないって大事だと思うよ、うん、だよね、うん、なんだろう自分が干渉されたくないとかっていう以前に、自分もあんまり人のことを干渉しすぎると疲れちゃう。だって自分のことでも手一杯じゃん、人生なんて。変な言い方して申し訳ないけど、もう舞台上で散々恋愛をしてきてるわけじゃない。熱い、もう役として熱い熱いね。ほんとたった3時間ぐらいのドラマなんだけど、うん、本当に死ぬまでとかさ、出会って死ぬまでのドラマとかあるじゃないですか、そういうのいろいろ。そうするとなんか舞台を降りてまでなんか一人の人のことを思い続けるってなかなか大変だなって、20代、うん、中盤過ぎたあたりぐらいから思ってきた。え、そういうのなかった？全然もう別、プライベートと恋愛、あの仕事は全然別なタイプだった？そうなんだね。切り替え、あんまりなんか恋愛に疲れたんだ。そんなになんかどっぷり恋愛っていう価値でもないじゃん。そうそうそう。だからまあ別れる、潮時かなと思ったら別れるし、うんうん、みたいな感じだから、なんかくよくよ悩んだり、なんかあれをどうでああしたいのにみたいなのは恋愛ではなんか、ね、じゃあもう終わろうみたいな感じでね。でもね、すごい作品の中でドロッドロの恋愛してたらもう普通のプライベートで本当にもう家の本当リビングの隅っこでじっとしてたいもんね、とにかく。本当そうだよね。なんかだからこう気楽に一緒に入れたりとか、本当友達で十分。なんか付き合いましょう、はいみたいなのもなんかもう怖い。で、なんかその、なんだろう、得がある、得がないところで、うん、やっぱ私たちもさ、その共演もしたことなければ、うん、じゃあ共演のなんか仕事でがんじがらみになってる感じでもないじゃん、うんうん、だからいいバランスでさ、ちょこちょこあって、じゃあ飲もうか。あ、そういうのもあるかもしれない、ね。気楽に LINE とか、やり合って、みたいな、この程よい距離感で、うん、っていうのはやっぱ人間関係において、すごく重要かもしれない、ね。重要かもしれないわ。なんかこれからやっていきたいこととか、あの、5月にですね、その先ほどもちょっと言わせていただいたんですけど、昨年20周年コンサートを11月にあの1日限り開催させていただいたんですよ。で、それのライブ版 CD が5月に発売されることになりまして。おぉ。何曲ぐらい入ってる？何曲だろう？十何曲です。もうあの本当にライブ版、その日開催された楽曲を全部収録してるので、うん、相当いろいろ、歌ってますね。本当20周年記念アルバムなんで、これからもの思い出、ね、思い出に残る20周年の CD ですね。ミュージカルはこの後の5月開幕でレミゼラブルに、出演しますので、そちらまた。木南、前回木南だったんだけど、ゲストが。あの、レミゼ、木南と、ぜひぜひぜひ、出てると聞くわ。せっかくだからね。見に行きます。ぜひ来ていただいて、せっかくだから。うん、せっかく。四重プロジェクトチームとしてじゃん。そうそうそう、ありがとうございます。そんなこんなで5時間になってまいりました。早いね。うん、早いね。結構なんか盛りだくさん、すごい。とんでもない、あの、いい懐だけ使っといて、じゃあ。ここもちゃんと使うから。
いいまともな人間だっていうところだけぜひ放送流してもらえればもう満足ですんで。まあ十分伝わっていると思います。ありがとうございます。引き続き応援しておりますので頑張ってください。今回のゲストですね、小野田龍之介くんでした。はい、バイバイ。またねー。